それは置いておいて、マサさんは、ベルトダッシュ、おめでとうございます。そしてそんな状況でこうやって土足というか靴下で上がるのは本当に、プロレスラーとして忍びないところはあります。だがしかし我々マサタカナシとアントーニオ・ホンダで、プロレスをやりたいということを言いに来ました。マサさんはデビュー20周年大会この間ありまして、大変に素晴らしい試合をクリスとやっててですね、私はセコンドについてたんですが、まあこれはもうすごいなと、マサさんこんだけまだやるんだと、俺はもうやっぱこのままシュン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 消えていこうと正直思いました。マサさんすいません、なんか言わしてしまったような絵で